送の白下塔作りが始まりました。さぬき市津田町の作業場では市内で栽培されたサトウキビが機械で絞られ、もしもし、はっちゃんのお稲荷さんとのり巻きでいい？サトウキビの絞り汁を大きな釜で煮込むと網色をした粘りの汁が出来上がります。この汁を素焼きの壺に入れて冷やすと網色の砂糖の結晶ができ、香川特産の白下糖になります。白下糖作りは江戸時代から続く香川の伝統産業で、冷え込みが厳しくなるほど上質になり、作業は年明け1月中旬まで続きます。では天気です。1番2番3番北日本から東日本です。東北、北海道は明日にかけて暴風や高波に警戒が必要です。週の後半は強い寒気が南下し、日本海側の各地は本格的な雪になるでしょう。新潟や長野も雪になりそうです。一方、関東や東海は晴れますが冷たい風が吹きそうです。西日本から沖縄です。真冬並みの寒気が南下し、鳥取でも雪の降る日が多くなるでしょう。福岡も冷たい雨になる日が多そうです。土日は寒さが厳しく、大阪や広島でも10度を下回りそうです。香川出身の南原さんは白下糖をご存知ですか？ちょっと白下糖って言っても分からなかったんですけども。そうですか。白下糖にさらに研ぎなどという作業を加えると、和三盆という和三盆があるから、和菓子は和三盆ですね。和三盆ですね。この白した方が使われている。もしもし、私たちははっちゃんのお稲荷さんとのりみやきなんだけど、あなたはなんだっけ、コロッケとなんだっけ、唐揚げの入ってるオリジン弁当がいい？どっちがいい？値段同じ。おにぎりと、おにぎりとスープ、おにぎりと味噌汁、分かった。おにぎりと味噌汁、じゃあ止めよう。あそこにおにぎりあるから。いいよいいよ、はっちゃんに。待ってるな、待ってるな。はっちゃんとこ、おにぎりと、おにぎりとあれでいいって。おにぎりと、あれでいいって、スープに味噌汁つけて。